北ビジョンプラス。こちら能代市で栽培されている檜山茶で紅茶を作っている高校生がいるそうです。早速行ってみましょう。能代松陽高校ビジネス情報部の山崎さんと北限檜山茶保存会の梶原さんです。梶原さん、世界的にも北限のお茶とされている檜山茶ですが、いつ頃から栽培されているんですか？1730年頃、はい、殿様の自家用茶園として造成されるのが現在地です。今はどうですか？今私の作ってる30アールだけ残されております。そして能代松陽高校ビジネス情報部の皆さんは平成20年度から、茶摘みやそれから茶葉作りのお手伝いをしているということですが、去年からこの檜山茶を活用した紅茶を開発しているそうですね。はい、地元能代の特産品を使って何が新しい製品を作れないかを調べたところ、緑茶も紅茶も同じ茶葉から作られるということが分かりました。そこで檜山茶保存会の方々も協力していただいて、去年から紅茶作りをチャレンジすることになりました。今日はこれから紅茶作りの作業をするところなんですよ、はい、私たちと一緒にやってみませんか？ぜひお願いします。お茶の葉を優しく手に抱えて、はいはい、お茶とお茶が擦れるような、はい、優しい揉み方で振り落としていくんですね。はい、小島さん、はい、こちらが私たちが作った紅茶、檜山幸姫です。優しくて今まで飲んだことのない味ですね。この紅茶は発酵の段階で白神山地で採れた白神小玉酵母を使っているのが特徴で、とってもまろやかでフルーティーな味になりました。檜山幸姫は全て秋田産の材料で丁寧に手作りされているんですね。では最後に能代松陽高校ビジネス情報部の今後のビジョンを聞かせてください。はい、280年続いている檜山茶の支援活動を続けていくことです。そして今回私たちが作った檜山幸姫をたくさんの方々に飲んでもらい、地域の活性化につなげていきたいと思っています。応援してますよ。はい、頑張ります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。7月19日から9月15日まで横手市の県立近代美術館で大原美術館展を開催します。モネやセガンティーニなど印象派から現代アートまで珠玉のコレクション68点を展示します。ぜひご覧ください。7月19日に秋田駅前の中小路大屋根下を会場にゼミナールフェスティバル青春即売会を開催します。県内各地の若手農業者が栽培した採れたての野菜や花などを午前9時30分から販売します。ぜひお出かけください。私の秋田ビジョン、管理栄養士になります。